今から私はディフォルメシールウェファースその10をコンプリートさせたくてこの動画を回している。まずはじめにこれを見ていただこう。見ていただいて分かるようにほぼコンプリートしている。これは送ってくださった視聴者の皆様、そして私自身が引いたものを含めて今27枚この中にある。そう、あと1枚だけを残してセミコンプリートまで来た。ここにダブったカード42枚ある。そして今日はちょっと持ちきれないがウェハース27袋用意している。30個買ったつもりだったがなぜか3袋なくなっていた。どっからか出てくるか。やっぱりないようだ。子供たちが食べた可能性が高い。今学校に行っているので確認することができないが、ひとまずこの27個のウェハースを開けてコンプリートを目指していきたいと思います。本当に27個あるかな。26個しかない。4つどこ行ったんよ。4つ。ひとまずこれ本当に42枚あるだろうな。これはさっき数えたから。あった、42枚ありました。42枚とでこれが27枚あるので69枚今引いてることになります。合計95個開封することになるんですけれども、13の玄弥くんだけ出てないんです。この玄弥くんの後、無一郎くんの前の13の極みレアの玄弥くんだけないので引いていきたいと思います。ちょっとでもね、極みレアなので出る確率がなかなか難しいと思うんですけれども、頑張って揃えていきたいと思います。ではジップロックも用意したので早速やっていきましょう。1個目です。それではいきます。せーのー、ドン。あー、これすごい。ダブっちゃったけど、こちらも極みレアの玉子が出ています。なんか最初からすごくない？すごいよね。でもこの玉子は結構今までに出てるんですよ。そう、ほらこれもそうですし、今ちょっと並べてる3つ出てるのかな、今までに結構出てるんですよ。これは出るんですけど玄弥くんが出ないのよ。玄弥くんがひとまずウェハース避難していきましょう。では2個目開けていきたいと思います。ナンバー13いきます。ドン。あー、ナンバー11のねずこちゃんでした。なかなかね、難しいな。では3つ目です。それではいきます。せーの、ドン。あー、これダメだった。よりいちゼロ式でした。でも嬉しい、よりいちさん大好きなので。それではいきます。せーの、ドン。お父さんのパワーがなんか来てる。今は玄弥くんなのよ。今は玄弥くん
源也くんが欲しいのよ。え、もう5つ目早くない？早っ。うわ早いな。行きたいと思います。せーのー、あー、かなおちゃんだった。ナンバーワンのかなおちゃんです。これもね、結構いいカードなんですよね。なかなか出ないカードです。でも源也くんが欲しい。6つ目、いきます。ドン。この源也くんは16番の源也くんだな。あー、源也くん違いなんですよね。極みレアの源也くんが欲しい。せーのー、ドン。あー、ダメだった。ダメだった。適度だった。でも喜怒哀楽ちゃん大好きなんで嬉しいです。喜怒哀楽ちゃん結構出てるんですよね、過去にも。ではいきます。せーのー、ドン。あ、牛さんだ。これ復刻の牛さんですね。やりました。それではいきます。せーのー、ドン。あ、炭治郎くん。炭治郎くん、18番の炭治郎くんですね。これもすごくいいカードです。やりました。なんか今日私引きいいですね。源也くんさえ来てないもののめっちゃいいカードがいっぱい出てますね。てか源也くんが欲しいのよ。源也くん、源也くん、いきましょう。せーのー、ドン。これは伊之助くんのスペシャルカード復刻版ですね。これやりました。今日でもすごいいいのがめっちゃ出てない？では11個目かな、行きたいと思います。せーのー、ドン。あ、ねずこちゃん。ねずこちゃんです。鬼化進行時のねずこちゃんです。はぁ、出るかな。やっぱなかなか難しいのかな。源也くん、いきます。せーのー、ドン。あ、出ました。スペシャル復刻版のねずこちゃんです。綺麗ですね、キラキラ、かっこいい。めっちゃいいのはいっぱい出てるんですけどね。源也くん、源也くん、お願いします。いきます。せーのー、ドン。あー、伊之助くん。このカードはね、ほんまにめっちゃ出ました。結構出てます。ナンバー2の伊之助くん、いきましょう。せーのー、ドン。あー、4日ゼロ式。はい、また出会ってしまいました。源也くん、お願い、いきます。せーの、ドン。あ、出ました。関野、関野さんはめっちゃ出てくれてますね。あの、喜怒哀楽ちゃんの中でも一番出たかもしれない。それではいきます。せーの、ドン。あ、レスコちゃん。レスコちゃんのスペシャル出ました。なかなか源也くんが出てくれない。極みレアの源也くん、いきましょう。せーのー、ドン。あー、やった12番だ。あー、この次が欲しいんですよ。あー、あー、このカードもね、すごくいいカードなんですけどね。もう一個、次の源也くん、お願い。13の源也くんが欲しいんです。いきます。せーのー、ドン。あ、これは炭治郎くん、3番の炭治郎くんですね。あと8個。早い。あと8個か。いきましょう。せーのー、ドン。あー、やってしまった。辛くです。あー、出ないな。出ない、出ないよ。いや、出ない出ないって言っててもしょうがないから、出る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 。よし、いきます。せーのー、ドン。あー、カラクニエルちゃん。あー、やってしまったかな。このボックスの中には入っていたのでしょうか。
きます。せーの、ですね。ではあと5つです。奇跡起こって、お願い。なんか出ると思ってたんだけどな、なかなか難しいな。いきます、せーの、ドン。あー、隠しだ。あー、頑張りが続く。あと4つしかない。いきましょう、せーの、ドン。あー、3番だった。このカードもすごくいいんですけれども、ケンヤくん、ケンヤくん、ケンヤくん出てほしい。あと3つ、厳しいかな。だんだんこう現実が見えてきた。いきます、せーの、ドン。嬉しいんですけど、推しが来て嬉しいんですけど。ちなみに煉獄さんは結構来てくださってるんです。3枚目だったかな、結構来てくださってるんですよ。いきます、せーの、ドン。あっ、赤道、残り1個となってしまいました。早い。無理か。いや、諦めない。これに出てくれてたらそれでいいんだ。お願い、お願いします。せーの、ダメだった、ダメだった。はぁ、いやすまたたまったよ。前のやつもまだだいぶ余ってんのに、もうやっちゃったわ。というわけで13の契約出てくれませんでした。なかなか難しいですね。いろんなボックスから取った方がいいのかな、それともボックス買いした方がいいのかな。ちょっとほんまは出てるとかない、ほんまは出てるとかない。いや、何回も見たんですけどね、出てないんですよね。はい、というわけで今回もナンバー13の原薬には出会えませんでした。悲しい。俺は諦めない。原薬にあるまで、このウエハースがなくなるまでチャレンジしたいと思います。というわけでこの度はですね、デフォルメウエハースその10の開封お楽しみいただきました。なかなか厳しい道ですが、頑張って開け続けたいと思います。はい、というわけでこの内容、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ごぶんを。